空を貫いて地球を打った雷は我ら幼い人類に目覚めてくれと放たれた。奪いつつ旅立つ日々を戦い開く We'll love me tomorrow 闇を切り裂き飛びゆく先は遠く輝く青い星マクロスマクロスマクロスフォールドシステムを消失したマクロスは通常推進機関による航行を余儀なくされた。しかし敵ゼントラーディの艦隊はマクロスのポジションを捕捉し行く手を阻んだ。マクロスは度重なる攻撃を退けつつ火星軌道の内側へ入った。奴らもなかなか音を上げる。もう母性とは目と鼻のところですから意を強くしとるのでしょう。ちょっとばかり近づけさせすぎたのでは。そうはさせん。母性を目の前にして帰れんとなったら連中どう動くか焦りますでしょうな。ただ心配なのはカムジン・クラウシラですな。今日は民名の誕生日か。女の子って何プレゼントすりゃ喜ぶのかな。アテンション、これから読み上げるものは統合作戦司令部まで出頭せよ。ジャスティン・ボーグナイン少尉、タキ・ロスマン少尉、ヤン・ルー中尉、関係ないか、マルコス・マイヤー中尉、一条光軍曹。なんだろう。団長、いいんですかね、勝手に刺激しちゃって。これは飛行訓練なんだよ。その途中で敵と遭遇するってわけだ。なるほど。しかしブリタイの親父、怒りますね。ほっとけ。今度はカムジン一家のやり方でやらせてもらう。てめえの部隊はおとり役だ。ドジ振るんじゃねえぞ。了解。せいぜい派手にやりますわ。一条光、入ります。おお。こちらです。はい。揃ったようだね。では始める。ここに集まってもらった諸君は火星での戦闘以来目覚ましい戦績を上げた者たちである。その功績によってここに統合軍チタニウム賞を授けるものとする。名前を呼ばれた者から前に進み出るように。ジャスティン・ボーグナイン少尉。俺が受賞。
光る。ちょっと俺の部屋に来い。なんすか先輩、用って。まあ座れ。ほう。階級章だ。え？お前は今日から少尉だ。その勲章と付け替えろ。見せびらかして歩くもんじゃない。はい。それから部下もつけてやる。こいつらだ。柿崎駿階級5兆シミュレーション378時間、飛行時間66時間、成績評定 A。 マクシミリアン・ジーナス階級5兆シミュレーション320時間、飛行時間50時間、成績評定 A。 なんすかこりゃ、まるっきりひよっこじゃないですか。俺から見りゃお前だって大差はないさ。だって二人の詳しい評定はここに入ってる。隊長心得もな。そこは俺の手製だ。よく勉強しとけ。来たか、入れ。お邪魔します。君たちの小隊長となる一条少尉だ。チタニウム賞を取った猛者だ。一条、可愛がってやれ。光栄であります。俺、いや自分は柿崎駿伍長であります。自分が来たからにはお任せください。同じくマクシミリアン・ジーナスです。マックスとお呼びください。何分未熟者ですので、以後よろしくご指導のほど。ああ、よろしくな。はい、はい、先輩、俺ちょっと行かなきゃなんないようが。あ、そうか。俺も後から行く。失礼します。隊長。ん？我々もお供させていただいてよろしいでしょうか。民命に俺が偉くなったところ見せるのもいいな。よし、行こう。ありがとうございます。さあ、行きましょう。ところで、どこ行くんです？まあ、俺に任しておけ。いいところへ連れてってやる。それは楽しみですね。このところ出たくてうずうずしてたんですよ。そうか、まあ、ついてこいよ。おお、もちろんいいとこだよ。やれやれ、メダカみたいに群れ集まって、まるで女学生だ。ありがとう。ん？何よこれ。何？一条光が招待リーダーってどういうわけ？察するに、火星であなたを助けたことなんかで昇進したんじゃないの？あんなひよこが招待長なんて、世も末だわ。大長、いいところってあそこでしょ。ほら、例の、もう好きなんだから。ほら、ここここ、回転したばかりなんですよ、この店。早く早く。お前、なんか勘違いしてんじゃないのか。え、あ、違うんですか。待ってくださいよ、隊長。君はああいうところは、めっぽう詳しいようだね。もちろん、軍人になるとモテるからね。あのな、そういうことは、一度ぐらい出撃してからにするもんだぞ。はっ、もちろんであります。自分も早く出撃したいと思っております。ん？ああはなりたくありませんね。なに、この俺がいれば絶対大丈夫だよ。まあ気を抜かないことだ。しっかり俺についてこい。はい、隊長。はい、隊長。うん、いい心がけだ。ここでありますか、いいところってのは。そうだ。ヒカル、遅かったじゃない。ミンメ、どうヒカル。いや、これは素晴らしい。なに、この人。あ、紹介するよ、俺の部下の柿崎伍長であります。部下って光る。そう、俺昇進したんだ。へえ。それからこっちがジーナス伍長。マクシミリアン・ジーナスです。わあ、ハンサム。こちらこそ、
こんな美しい方とお近づきになれて光栄です。お上手ね、マクシミリアン。マックスと呼んでください。マックスさん、さあ座ってちょうだい。よう、ヒカルちゃん、ヒカルちゃん、こんにちは。ヒカル、うん、誕生日おめでとう。ああ、忘れたんでしょう。忘れてなんかないよ。たださ、そう、仕事から直接来ちゃったからまだ部屋にあるんだよ、後でね。ミメちゃん、あんまりヒカルちゃんいじめたらかわいせえ。町会長さん、ヒカルちゃんヒカルちゃんって。俺今度小隊長に。それよりミメちゃん、なんぞ一曲歌ってえな。あんたプロ裸足やさやないか。ヒカル歌ってよ、プレゼントの代わりに。お、それいい、それいいしょ。いいよ俺。それでは隊長に代わりまして私が。わあ素敵。ヒカちゃん、うかうかしてるとミンメちゃん取られてしまうで。なあヒカルちゃん、ほりほり。変ね、どうかした？何もないじゃない。そこが変なのよ、手応えっていうのかな、なんとなくレーダー波が乱れてるような。もしかして強力なジャミング。そろそろだな。ジャミング下がれ、踊り舞台思いっきりやってこい。金は俺が拾ってやる。本当ね。いや、うまい、実にうまい。アテンション、全バルキリー戦闘要員スクランブル、全バルキリー戦闘要員スクランブル。よし。ヒカル、ごめん。もうこれやから兵隊さん嫌やんよ。タクシー、おい、スクランブルだぜ。おい、俺らでも乗せてくれよ。おい、押さないで。無理ですよ。なに、大丈夫だ、さあやってくれ。隊長、さっきの民名てこシャンですな。隊長のこれですか。お前初陣なんだろ、どういう神経してるんだ。マックス、お前大丈夫か。はあ、緊張しています。マックス、今度の戦闘はこの俺がいる限り千人力だぞ。俺自信なくなってきた。いいって。第4ブロックの迎撃に当たれ。了解。マックス、拡大機、ついてこい。了解。了解。我々はどこを守るんでありますか。最終防衛線の第2ブロックだ。なんだ、どんじりですか。あっちじゃもう派手にドンパチやってるっていうのに。何言ってんだ。本当なら俺だって向こうの組だったんだろ。隊長、何か。何でもない。敵の数が多すぎます。ディフェンダーを艦外に配置。第2ディフェンダーチーム壊滅。
敵兵隊突っ込んできます。 VA-102 3次情報から敵。来た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 。柿崎目標確認。柿崎むやみに出るな。うわっ、隊長なんとかしてください。だから単独で突っ込むなって言ったんだ。助かりました。隊長すみません。マックス何やってんだ。この方が振り回しやすいんです。取り打ち。なんちゃって。もう一回。なんてやつだ。一秒。動きが鈍いわよ。小隊長になったんでしょ。しっかりなさい。てやんで。小隊長なんかになったから苦労してるんじゃないか。そろそろだな。師団長、ラムドがかかってるあたりが甘くなってるようです。よし、俺たちも行くか。親父の鼻をあがしてやる。野郎ども、突撃だ。敵発見。柿崎、無駄玉撃つな。無駄玉じゃなきゃいいんですね。当たりました、隊長。よし、撃ちながら追うんだ。ここまで来ればこっちのもんだ。存分に暴れろ。圧倒戦ならお手のもんだ。やったるで。うわ、ハキドキ。なんとか生きております、マクロスの上じゃやりにくいな。お、この青二歳。やってくれるじゃないか。先に動けばやられる。カムジンのやつ案の定だ。塩らしく訓練だとおかしいと思ったわ。帰らせますか。当然だ。意外とうまくいっておるようですが。ゼントラーディ全軍の規律に関わる。攻撃ビーム通信用意。これは派手なこと。通信機が壊れたなどと言い訳はさせん。攻撃ビーム通信準備完了。通信内容はいかがいたします。即時帰還命令だ。拒否するようなら送り返すと言ってやれ。もう一息だっていうのに親父の野郎。引き上げろ。どうしてでしょう。もう終わりだと思ったのに。向こうにも何か複雑な事情があるんだろう。何にしても救われたな。ええ。いやー、参った参った。期待をお釈迦にしまった。
給料から引かれたらどうしよう。マックスはよくやったな。ええ、幸運でした。7期も落とせたし。7期、俺なんかゼロだ。いやー、お前は天才だよ、天才ね。ああそうだな、あんなやり方並のやつはやらない。ところで隊長は4期。あ、俺邪魔しちゃったから。普通ならマックスより多いんでしょ。さあな。ん、僕って天才だったのか。そうか、天才なのか。知らなかった。なんだ、それじゃあ隊長おやすみなさい。おやすみ柿崎、養生しろよ。なーに、これしき。ではよし。ああ、なんで小隊長なんかに選ばれたのかな。命令されるだけの方が気楽でよかった。いけねえ。やっぱり閉店か。どうするか。今日はごめん。仕方ないわよね、光は軍人なんだもん。それでプレゼントなんだけど。ん、まあ忘れないで持ってきてくれたのね、ありがとう。そうなんだ、これがプレゼントさ。ほら、これくれるの？うん、ありがとう、ヒカル。ミンメ、誰がいるのかな。それじゃミンメ、誕生日おめでとう。一条ヒカルにとって思いがけず手にした勲章よりもミンメの喜ぶ顔が、そして自分がその笑顔を与えたことの方が嬉しかった。今マクロスの航海はすでに8ヶ月に及ぼうとしている。マクロス館内テレビ局開局を記念してミスマクロスコンテストが催されることになった。民名も候補者の一人である。折も折そこへゼントラーディの偵察機が飛来。光はコンテストの成り行きを気にしつつ迎撃に飛び立つ。次回、超時空要塞マクロス、ミスミスマクロス。追いかけはしない、君の走る影の後、人は誰も走り続ける、ゴールはまだ見えない。今日の次に何がある、明日の先に何がある、遥か彼方の光に向けて、僕は今も走り続ける。